はじめまして、理論物理学者の沢山慎太郎というものです。今回は円周率の求め方についてちょっと発表したいと思います。ちなみにパワーポイントを使っています。で、なんですかね。まずこの半径 R の円を考えるわけです。で、円を12等分します。とりあえずこれは6等分してもいいんですけど、とりあえず自分は円を12等分します。で、そうすると中心角は30度ですよね。30度になってます。12等分なんで。で、円周角は15度です。それで、正弦定理を使うことによってこの弦の長さがわかるわけです。この AB という弦の長さが。まあちょうど、このように正弦定理がなっていてですね、AB という弦の長さは 2R サイン15度になってます。で、サイン15度っていうのは加法定理によって求まるようなもので、まあ、このようにして加法定理を使って、4分のルート6引くルート2になってます。これから AB の弦の長さが分かって、まあ、このようになってます。まあ、個は12個あるので、この長さは3括弧ルート6引くルート2括弧 2R になってます。で、なんですかね。一応ここで、ルート6が 2.44 で、ルート2が 1.41 から、3括弧ルート6引くルート2は 3.09 になってます。で、この長さは弦よりも、大きく、円周は 2πr なんで、π が 3.09 以上という風に、高校数学の範囲内でわかるようになっています。